せはじめもとは、新末、中華民国の外交官、政治家。北京政府、国民政府において、中米講使中英公使等を務めた中華民国を代表する外交官の一人である。字は、職の。祖籍は、石江省公衆府戦闘権なお、英語名のアルフレッドソーン、ケジーとしても知られる。父は、巨人で、絹の輸出により富裕な家庭であった。 せはじめ元は、1886年に、南京の高寧不動文館で英文を学ぶ。翌年から、上海の西洋羽学院で3年間学んだ。1890年、国文学院に入学している。1893年、中米講師、幼樹に随住して渡米し、翻訳生を務めた。1897年、コーネル大学で研究に従事している。 1899年、幼児が中路講師に転じたことに伴い、瀬もこれに随従している。その後、再び、コーネル大学に戻り、文学修士号を取得した。1902年に帰国して、瀬はじめ元は、古校総督画門用務文,文案件、ルミ学生監督となる。後に平成局、ただし弁となった。1905年、丹法ラゴ大臣が、 県政考察のために外国視察に赴いた際に、瀬はこれに随住して一等三参官に任じられた。なお、この直前に、当将棋の名である、東玉家と結婚している。帰国後、瀬は、法制化採用等の紳士となった。1907年、京笹ぐ鉄路局会弁に任じられる。翌年には、吉林西北路平美道県貧光関監督。 キツリン林業局監督に移動した。1909年、キツリン交渉士に昇進し、対外事務を主管した。なお、同年10月26日に、ハルビンで伊藤博文暗殺事件が発生したため、瀬がその事後処理を担当している。翌年、北京に戻って外務部長に任じられ、1911年、外務部座長に移動した。同年10月、 アメリカ党公使に任命されて出国準備を進めていたが、侵害革命のために中止した。瀬始元別影中華民国成立後の1912年3月、党将棋が民国最初の内閣を組織し、その翌月に瀬始元は交通総長に任命された。しかし、遠征外の干渉に耐えかねた党は6月に辞職に追い込まれ、瀬もまた党に従った。 1914年6月、中英公使に任命され、以後7年間同職にあった。1919年のベルサイユ会議にも代表団として出席する。三党問題などへの反発から、セモベルサイユ条約調印拒否に賛成している。1921年2月、セはじめ元は、小ただしひとしと役職を入れ替わる形で、中米公使に移動する。 同年から開始されたワシントン会議にも、セは、全県代表の一人として参加した。この時のセは、コラと共に不平等条約撤廃、咀嚼地返還、完全自主権回復などを目指し、列強を相手に懸命に交渉している。しかし、列強も譲らず、これらの実現はならなかった。1920年2月、北京政府の命もあって、 セが中国を代表して旧過国条約に調印した。帰国後の1923年1月、朝尚総内閣で外交総長に任命される。ところが翌月、参議院議員を接待するための演説を設けようと、しなかった、という理由により、参議院がセの任命を拒否し、外交総長から悲鳴に追いやられてしまった。3月、中米講師に再任される。 1926年5月には、顔営業内閣で外交総長に任命された。しかし、短期間で顔内閣が崩壊したため、やはりすぐに中米公使に復帰した。瀬初元め影国民政府の北伐に対しては、瀬初元めは支持の態度をとり、外国に対して中国へ介入しないよう求めた。1928年7月、国民政府により、 世の中米講師の地位が確認され、同年11月、中英全権講師に移動した。1930年、国際連盟中国全権代表権理事会理事を務める。1931年9月、満州事変が勃発すると、はじめ元は、日本の軍事行動は、国際的行為に反するとして、国際連盟を舞台に、これを激しく批判、非難した。 しかし、小解析は、不拡大方針を支持し、11月25日、やむなくせは、その訓令に基づいて、金州を中立区とする提案を行うに至る。これは、国内世論の激しい反発にあったため、12月4日に撤回した。結局、世論との板挟みに悩んだ瀬は、翌日に辞意を示し、翌年1月、顔営業がその公認となった。 1933年、瀬はじめ元は中米公使に帰り咲く。1935年6月、中米双方が施設の昇格を行い、瀬が初代中米大使となった。翌年8月、大使を辞任し、帰国すると上海に空居した。日中戦争が勃発すると救護活動に従事し、諸外国に中国支援を求める活動を行った。 1941年にはアメリカに向かい、やはり中国のための支援活動を継続している。1945年、サンフランシスコで開催された国際連合検証制定会議において、瀬はじめ元は中国代表団の顧問を務めた。1948年、国際復興開発銀行顧問委員会委員権顧問に任じられている。 1958年1月3日、ワシントン DC で病没。去年82、ありがとうございます。